猪俣は森の歌を初めて聞いた時に受けた鮮烈な印象をこう書いている。森進一の感情の導入の仕方は強烈でした。彼は出ないような声を軽々と出したり、それ以上の声を絞り出して歌うところに感情を表現する。聴き手の心の中にその人の景色を見させる歌手なのです。嬉しいですね。本当に嬉しいです。もうすごい理解者だったと思います。はい、この僕の声とか音質とかキーの問題とか、その自分の言う言葉とか全部分かってたと思いますね。森進一がこの言葉はこういうふうに言うとか、こういうメロディーだったらこういうふうに歌うっていうことを、もう全部先生の中では分かってたと思いますね。それを長い付き合いですから。桜島、ここは鹿児島。